こんにちは。脳科学で心と体の体質改善サポートをしております。快眠コンサルタント小川沙織です。今日は最近うまく眠れないお悩みをお持ちのあなたに向けて、睡眠の専門家が教える不眠症解消法についてご紹介します。この動画では十分な質の高い睡眠が取れなくなってしまったあなたに向けて、不眠症の原因と症状、視点で優しい解決策をご紹介しますね。最後までぜひご視聴ください。まずは不眠症の原因について解説していきます。大きく分けて生理的原因と心理的原因があります。生理的原因として、不規則な生活習慣も不眠の原因となり得ます。夜更かしや寝不足、または過剰な睡眠も、睡眠サイクルや体内時計を乱すことがあるんです。良好な睡眠環境も大切で、例えば寝室の快適な温度設定、これは15度から20度くらいですね。そして日没以降は照明を落として適切な明るさ、快適な寝具を整えることで質の高い睡眠を促進できます。次に心理的要因です。心理的な要因も重要で、不安やストレスが不眠症に大きな影響を与えます。例えば不安な出来事や仕事や学業のストレス、人間関係の問題があった場合、そのことが頭から離れず、眠ることが困難になることがあります。こういった状態が一定期間続くと、不眠症を引き起こす可能性があります。また、心の不安定さや過度の興奮も睡眠に影響を及ぼします。これらの心理的要因を克服するためにも、リラックス法やストレス管理のスキルを習得し、実践することが重要です。そして次に不眠症の解消方法についてお話しします。大きく分けて不眠症の解消法には5つあります。その5つとは、1つ目、健康的な生活習慣の確立。2つ目、リラックス法とストレス管理。3つ目、睡眠環境の整え方。4つ目、睡眠前の習慣。5つ目、朝の習慣です。1つずつ具体的な対策を解説していきますね。まず1つ目が、健康的な生活習慣の確立です。具体的な解消法として、規則的な睡眠スケジュールを上げることができます。毎晩同じ時間に眠ることや起きることで体内時計を整えることが重要です。また、健康的なバランスの良い食生活も睡眠に影響を与えます。そして、適度な運動も不眠症の改善には効果的なんです。次に、リラックス法とストレス管理についてお話しします。例えば、呼吸法やヨガなどのリラックス法を日常的に取り入れることで心を落ち着かせることができます。ストレスを管理するために問題解決やリフレーミングの方法を学ぶことも有効です。そして3つ目が睡眠環境の整え方。これは寝室の温度を15度から20度に保つためにエアコンの設定が重要です。そして明るすぎる照明を避け、適切な照明や静かな環境を整えましょう。通気性の良い快適な寝具を使うことで質の高い睡眠を促進できます。そして4つ目が睡眠前の習慣です。まず、寝る時間を決めて、その3時間くらい前からは休むための時間としましょう。質の高い睡眠を得るためには何ができるか考えてみましょう。例えば、寝る時間の90分以上前には入浴を済ませる。他には入眠に効果的な音楽を用いてリラックスする。この他にスマートフォンやテレビの使用を
睡眠の1時間前には避けることで眠りを妨げる刺激を減らすことができます。リラックスするための呼吸法やストレッチの習慣を睡眠前に取り入れることも効果的です。そして最後、一番大切なのが朝の習慣です。意外に思われますが、上質な睡眠は朝の習慣で作られます。例えば朝一定の時間に起きる、朝日を10分以上浴びる、朝散歩やラジオ体操、呼吸法などのリズム運動を取り入れる、よく噛みながら朝食をとるなど、今日からできることがあるはずです。睡眠は人間の心と体の土台、本当に大切なライフスキルです。睡眠不足は心身の健康に大きな影響を及ぼす可能性があります。そのため早め早めの対処をすることが非常に重要です。十分な睡眠が長期間取れていない状態が続いている場合や、日常生活に支障をきたしている場合は睡眠の専門家に相談することをお勧めします。なぜなら睡眠がうまくいかない原因は多岐にわたり、その原因同士が複雑に絡み合っているからです。一般的には眠れなくなったら睡眠薬という選択肢を選ぶ方も多いと思いますが、実は睡眠薬を使うことは一時的な睡眠を得るためには有効ですが、根本的な改善はできません。そういった事例も専門家たちはたくさん扱っているので、適切なアドバイスやポジティブな変化をもたらしてくれるでしょう。そして今日お話しした不眠症解決法で不眠症対策もできますが、根本的な改善方法としては薬や道具に頼らない内側からの体質改善があります。今日お話しした不眠症解決法を2週間試しても変化を感じにくい場合、あなたが眠れない原因はそこではありません。概要欄の公式 LINE からあなたの睡眠にとって有益な情報をお伝えしていますので、よかったら登録してくださいね。今日のまとめをしていきます。睡眠の専門家が教える不眠症解決法。まず、不眠症は私たちの日常生活や健康に深刻な影響を与えることがあります。十分な睡眠をとれないことは集中力の低下やストレスの増大、さらに心と体の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。そして不眠症になる原因は生理的原因と心理的原因があって、その具体的な解決方法としては健康的な生活習慣の確立、リラックス法とストレス管理、睡眠環境の整え方、睡眠前の習慣作り、朝の習慣作りの5つがあります。いかがでしたでしょうか。こちらの動画では睡眠で悩んでいる方が眠れないことで忘れてしまったささやかな幸せを取り戻し、後悔しない充実した毎日を送っていただくための情報発信を行っています。ご質問や疑問に思うことがあればコメント欄にお願いします。またためになったと思う方はグッドボタンを押していただけると励みになります。